に多くの捜査官に潜入されて大丈夫なのでしょうか。その潜入率を計算してみたいと思います。コナンたちの宿敵である黒の組織、その目的や正体は未だ謎に包まれていますが、95巻にてボスの名前が判明しました。組織との戦いはこれからますます白熱していくことでしょう。ところで、組織との戦いにおいて欠かすことのできない人たちがいます。それは組織の内部に潜入している捜査官たちです。彼らはノックと呼ばれ、今現在も潜入中のノックは安室さんと水無怜奈の2人です。そして FBI の赤井さんも過去に組織に潜入していました。ところでコナンを読んでいると、この潜入捜査官たちがたくさん登場します。黒の組織はこんなに多くの捜査官に潜入されて大丈夫なのでしょうか。ということで、今回は黒の組織に潜入してきた捜査官について見てみたいと思います。まず、黒の組織とはそもそもどのような団体なのか、ここで一度振り返っておきたいと思います。ここからは小学館から出ているスーパーダイジェストブック、ブラックプレスを参考にしていきます。組織のトップはガラスマレンヤ、その側近であるナンバー2のラム、その下にはジンやウォッカなどのメンバー、それから末端構成員と研究部門のメンバーがいます。組織の目的は未だ謎に包まれていますが、かつてハイバラも所属していた研究部門は薬の開発に力を入れていることが分かっています。では黒の組織には今までどのような人たちが潜入してきたのでしょうか。まずは冒頭でも紹介したバーボンこと安室さんとキールこと水無怜奈です。安室さんは日本の公安から、水無怜奈はアメリカの CIA から送り込まれています。また過去に組織に潜入していたノックもたくさんいます。まずはアメリカの FBI から赤井さんです。赤井さんは2年前まで組織に潜入していて、ライというコードネームで活動していました。それから水無怜奈の父親であるイーサン本堂、彼は4年前組織に身元がバレそうになった娘を守るために自決しました。そして安室さんと同じく公安から送り込まれていたスコッチ、本名諸伏鍵光は安室さんとは幼馴染の関係にあります。さらに映画純国のナイトメアで明らかになったのが、イギリス MI6 のスタウト、カナダの CSIS のアクアビット、ドイツの BND のリースリングの3名です。しかし現在のところ組織に潜入したノックは安室さんと水無怜奈、そして赤井さんの3名以外は全て死亡しています。以上分かっている限りで、死亡した人も含めるとこれまでに黒の組織に潜入した人物は最低でも8名はいると考えられます。またそれぞれのノックが組織にいた時期を並べますと、このようになります。この画像からノックが最も多かったのは4から5年前だと分かります。この頃は安室さん、赤井さん、水無怜奈、イーサン本堂、スコッチの5名、残りの3名も含めると8名のノックに潜入されていたことが分かります。ということで、今回は黒の組織がノックにどれだけ潜入されてきたのかを考え、その潜入率を計算してみたいと思います。ただ黒の組織は未だに全貌がつかめず、どこまでが構成員なのかは不明瞭となっていますので、ここではコードネームが与えられている人物についてのみ考えたいと思います。黒の組織においてはコードネームのあるなしが上下関係を決めていて、重要な業績を挙げないとコードネームをもらうことができません。なので黒の組織は実質的にコードネームホルダーのみで構成されていると考えてよいでしょう。さて、黒の組織のコードネームホルダーでこれまでに分かっているのは、ジン、ウォッカ、ベルモット、キャンティ、コルン、ラムの6名です。しかしこれから考えたいのは 4,5 年前のノック潜入率です。現時点で亡くなっているコードネームホルダーも計算に入れなければなりません。現時点で亡くなっているコードネームホルダーはテキーラ、ピスコ、カルバドスの3名、そして映画オリジナルキャラも含めると、漆黒のチェイサーに登場したアイリッシュ、純国のナイトメアに登場したキュラソーの2名、合計5名です。そして忘れてはいけないのがシェリーです。シェリーとは本名宮野志保、つまりハイバラのことです。ハイバラの本当の年齢は18歳ですが、彼女は家族全体で黒の組織で働いていましたので、当時から黒の組織に所属していたことが考えられます。ただ当時からコードネームを与えられていたかどうかは分かりませんが、ここではとりあえず数に含めたいと思います。ということで、5年前の時点で黒の組織に潜入していたのはノックが8名、正規の構成員が12名の合計20名です。ですので当時のノック潜入率は 40% となります。これはさすがに多すぎますよね。
もしもドラえもんでしたら、ドラえもん、のび太、しずかちゃん、ジャイアン、スネ夫の5名のうち2人が裏切り者ということになります。おそらくジャイアンとスネ夫でしょうね。では今現在の組織はどうかと言いますと、ノックは2名、正規の構成員はジン、ウォッカ、ベルモット、キャンティ、コルン、ラムの6名の合計8名ですので、ノック占有率は 25% ということになります。これはルパン三世でしたら、ルパン、次元、ゴエモン、フジコのうち1人が裏切り者ということになります。どう考えてもフジコですよね。ということで今回は黒の組織がどれぐらい潜入されてきたのかを考えてきました。今後も黒の組織の動向を追っていきたいと思います。ありがとうございました。